はい、皆さんこんにちは。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、気になるニュースに関して取り上げさせていただいて、解説させていただきたいと思います。今回気になったのはですね、共同通信が出している記事ということで、これちょっとまず記事お題はさせていただいて、その後ね、解説させていただきたいと思います。休業しないパチンコ店に罰則も、政府、特措法改正を示唆ということで、この件に関して言及させていただきたいと思います。まずその前に、まあ、いわゆる大阪府において知事が、吉村知事がね、未だにこの緊急事態宣言下が出されている中、大阪、まあ、大阪においてはね、かなり感染者多いですので、その中で営業を続けているパチンコ屋に対して名前を公表しました。その中で、まあ、半分は、まあね、営業をやめ、休業したわけであるんだけど、まだやってるところもあるということなんだけどね。いずれにしても、これに関しては特措法を改正しない限りは強制的にはできないということで、これに関してはね、今後議論していくことじゃないのかなって感じはします。で、記事を読ませていただきます。西村経済再生担当相は27日の記者会見で、自治体が、ね、パチンコ店の新型コロナ、特措法に基づく休業指示を出して、も従わない事例が多発するようであれば、法改正で罰則規定を設ける考えがあることを明らかにしたということです。しかし、罰則を伴うより強い強制力のある仕組みの導入など、法整備について検討を、ね、行わざるを得なくなると強調。罰則化に踏み切る、ね、基準や法改正の日程など具体的なことは状況を見て適切に判断すると述べるにとど、めたということです。現在も営業するパチンコ店を牽制する発言だが、私権の強い、制約を伴う事実の休業要請を示唆するもので、発言は、物議を醸しそうだということなんだけど、これに関してです、これに関してね、今ね、やっぱりこういった問題で、ね、いろんなところで、ね、問題視されています、パチンコ屋ということでね、その中でパチンコ屋がなぜ今、なのこの緊急事態宣言が出されている中、そしてね、感染者が多い、都道府県の中でもやっているのかという声があってね、パチンコ屋に対しての非難がね、まあ、かなり集まっている実情だと思います。その中でもちろんこの特措法においては強制力がない、だから都市封鎖もできないわけであるけど、そういったところもやはり含めてね、やはり、憲法というものを改正していく必要があるんだなって感じはします。強制的にやはりね、やっていくように、法改正をしていく、やっぱそれが重要だと思います。結局は自粛要請をしたって要請にしすぎなくて、まあ、結局は本人ね、経営者の自由なわけで、それを取り締まることができないわけです。まあ公表はしてね、で、やっぱりそれに対して非難とかね、まあ電話とか行ったりするわけだけど、やはりそれだけではやっぱりなかなかね、結局はまだ営業し続けてるあるということで、絶対的な解決策に至ってないわけですね。なのでまあ絶対的に解決策に至るためには、やはり特措法、を強化して、法改正をしてね、そういったところで強制的にできるようにしていくのが必要かなって感じはします。その中でまあ医療関係者の方、このチャンネル見てる方、医療関係者もいます。医療関係者の方から ね、いろいろと話を聞いたりするんだけど、やはりそういったところパチンコ屋行ってね、感染した人もいるわけであって、その中でなぜ今この時期にパチンコ屋行ってしまうのかというところで、憤りを覚えているということを、伝えられました。それはまさしくその通りであって、この時期に行くというね、ギャンブル依存症ですね、病気ですから、しょうがないとはいえ、やはりそういったところはね、控えていかなければならないところなのに行ってしまうということでね、することがないから独身だから、じゃあちょっと暇だから行くっていう考えの人もいるでしょう。そしてギャンブル依存症の人もいるでしょう。で、例えば、ね、首都圏がかなり、休業してる中、じゃあ他の県でやってるとかあるから、わざわざ遠征してまで、パチンコに興じて、その後飲食店を利用したりする、そして感染者が増えてしまう、こういう状況下が起きているので、これはやっぱりしっかりとね、この問題に関しては考えていかなければならない問題なのかなって感じはします。ということで、今回パチンコ屋ということで、まあ、大阪が今公表して、東京もね、公表する、というふうに、28日までに、ということ、今日か。だから公表すると思います。それに関して、今後ね、いろんな動きがあると思います。そして法改正に向けて、やっていくとは思われます。ということで、今回ね、気になるニュースに関して取り上げさせていただき、解説させていただきました。